いろんな順位編世界一長い高架橋鉄道橋京湖高速鉄道ベスト3。鉄道のインフラが進化を遂げる中、世界には驚異的な長さの鉄道高架橋が数多く存在します。その中で特に注目すべきは次の3つの高架橋です。1位丹根特大橋。中国京湖高速鉄道の一部であるこの橋は全長164.8km に及び、世界最長の鉄道高架橋として名を馳せています。2010年に完成し、2011年に開業したこの橋は長大でありながらも非常に頑丈な設計が特徴です。2位七青特大橋。中国こちらも京湖高速鉄道の一部で、全長 113.7km を誇ります。丹根特大橋に次ぐ長さで、広大な中国大地を駆け抜ける高速鉄道の象徴ともいえます。三位蘇通大橋。中国総延長 26.7km のこの橋は、特に長江揚子江をまたぐ絶景の区間として知られています。高架橋としては3位ですが、その美しさと重要性から多くの旅人を魅了しています。これらの高架橋は鉄道技術の域を集めたものであり、国家間の距離を短縮し、経済や文化の交流を促進する役割を果たしています。